こんにちは。すみません、ちょっと出先で申し訳ないんですけど、あの井上尚弥選手とも拳を、ラスベガスのリングで交えたジェイソン・モロニー選手が、まあ、先日からちょっと、日本にねこう来てるんですけど、そこで、今大阪であの TMK ジム、あの亀智樹選手のジムでトレーニングをしてると。でそこで智樹選手とスパーをね、重ねてるっていうところで、あの智樹選手と井上尚弥選手が、両者がぶつかった場合、まあ、どうなりますかっていう質問について、まあ、お互い面白い試合になるという形でねおっしゃってるんですけど、いやこれは本心なんじゃないですかね、うん、そのメディア用とかっていうんじゃなくて、単純に両者と、まあ、スパーリングと試合は違うのでね、ちょっとあれはありますけど、うん、でもまあ試合で井上尚弥選手とも拳を交えて、でスパーでも智樹選手とね拳を交えてっていうところで勝って、うん、でお互いファイターで面白い試合になるっていう風におっしゃってたんですけど、うん、いや俺もそういう風に思うし、モロニー選手がね、うん、なんかこう言わされてるとかっていうのも思わないから、うん、なんか本心で言ってるのではないかなっていう風には思ったんですけど、でやっぱこれ言うとやっぱ井上尚弥選手のファンの方々はね、いや亀田なんて相手になんないよ、時間の無駄だよとかっていう方もいらっしゃるんですけど、まあ自分は全くそうは思ってなくて、本当智樹選手ね、かなりいい選手で、もっと評価されてもいい選手だと思ってるんですけど、で昨日のアストラビオのスパー見ててももう凄まじいですからね。豊富なコンビネーションと、ね、めちゃめちゃ速いジャブで、オーバーハンドの右かとかもあるんで、もうパンチも多彩ですしね、もうちょっと今やばいんじゃないのっていう意気だと思うんですけどね、個人的に、うん、だから今やったらめちゃめちゃ面白い試合になるかなって思ってて、モロニーがそう言ってたんで、あやっぱ強いんだっていうふうに思ったんですけど、まあね、スパーリングのその映像とかも、ね、後にその智樹選手のチャンネルで上がることを、ひたすら願ってるんですけど、はい、というところで、今モロニー選手が日本に滞在中で、智樹選手と、スパーをして、モンスターと智樹選手がやったらっていうところで、まあ、面白い試合になるっていうふうにおっしゃってたっていうところです。はい、まあ、皆さんもですね、ぜひコメントございましたら、どしどし置いてください。また後でちょっとライブやりますか。はい。